そろそろだろ。それでどうだったんだよ。おい、早く報告しろ。もう病院終わってる時間だろ。今終わったわ。今回も妊娠はしてなかった。やっぱりか。結婚して2年できてないんだから今更できるとは思ってなかったけど、本当にお前は役立たずだな。役立たず？だってそうだろ。お前は専業主婦のくせに妊娠の一つもできない。毎日何してんだって話。妻としての仕事もできないくせに専業主婦なんて恵まれた環境にいられるのは俺のおかげなんだ。寛容な俺に感謝しろよ。結婚するときに自分は両親が仕事ばかりで家にいないことが多かったから、結婚したら家庭に入ってほしいって言ってきたのはマサトよ。専業主婦になる選択をしたのはお前だろ。結婚してから生活も落ち着いて日中パートに出ようかなって言ったときに許せなかったのはマサトじゃない。俺の父親が誰か分かってんのか。会社の社長だぞ。つまり俺は次期社長。次期社長の妻がパートなんて世間体が悪いだろ。そんなことより早く妊娠しないとお前のこと捨てるぞ。捨てる？何を言っているの？当たり前だろ。毎日ぐうたら家にいて専業主婦やらせてもらっているのに、我が社の跡取りを産むっていう妻の仕事を放棄しているんだから。だったらマサトも今度は一緒に検査に行きましょう。検査？妊娠できない理由を検査するの。私は結婚してからあなたに何度も行けって言われて、何度も行って問題ないって言われ続けてきたわ。それでも妊娠しないってことはもしかしたら他に原因があるのかもしれないでしょ。まさか俺に原因があるなんてバカなこと言わないよな。妊娠できないのはどう考えてもお前に原因があるだろう。その証拠に妊娠していないのはお前だろ。男の俺は妊娠してないんじゃなくてできないんだから。子供ができない理由はいろいろあるのよ。母体だけの問題じゃない場合もあるの。ありえないね。俺だけは絶対ありえない。家族で子供がいないのはもううちだけだ。弟夫婦のところですら妊娠したのに、俺らにいないのは俺のせいなんかじゃない。そういうのも含めて明らかにすれば、自然に授かれるのを待つか病院に通うかいろいろ考えることができるでしょ。どう考えてもお前に問題がある。何不自由ない生活をさせてやってるんだから、妻として最低限の仕事をしろよな。お前がしてることは職務放棄だぞ。そんな、あと半年でできなかったら俺だって考えがあるからな。考え？離婚だって視野に入れるから。え？離婚？離婚されたら困るのはお前だろ。専業主婦でぬくぬく暮らしているお前が一人で生活なんかできないしな。お前の役目は俺が生活しやすいように家を整える家政婦と跡継ぎを産むってことなんだから、しっかり励めよ。私と結婚したのは家政婦が欲しかったから。子供を産ませるため？マサト。ねえ答えてよ！マサト！久しぶり。みなみ、元気にしてる？よーこ、久しぶり。元気っちゃ元気かな。何わけあり？最近なんだか体調がずっと悪いっていうかだるくて。ちょっと大丈夫？多分季節の変わり目って風邪ひきやすくなるし、でも全然動けるし大丈夫よ。それより急に連絡なんてどうしたの？実はちょっと報告がありまして。報告？私結婚することになりました。え、本当？おめでとう。もしかして前から付き合っていたあの彼？そうなの。向こうが2年前に独立したって話したじゃない。弁護士さんなんだよね。新しく弁護士事務所開いたって話は聞いたわ。その事務所も軌道に乗ってきて、大きなクライアントを持てるようになったし、生活も安定してきたから、ついにプロポーズを受けたの。私が働いていた時にはもう5年続いているって言っていたから、7年くらいお付き合いしてついにゴールイン。8年とちょっとくらいかな。お互いに仕事優先だったからやっとった感じ。まあ結婚しても大して何か変わるわけじゃないんだけどね。それでね、みなみに結婚式にぜひ参加してほしくて。もちろんよ。旦那さんと一緒に来る？え、マサトと？招待状旦那さんとみなみの名前で出そうかなって。どうかな、聞いてみるけど多分私一人になると思う。もしかしてなんか悩んでる？どうして？一緒に仕事していた時は何でもかんでもハキハキしていたのに、なんか返事がぼやっとしてるっていうか、仕事辞めてそういうモードじゃなくなったからかな。みなみ仕事に戻ってきたいとか思わないの？
また陽子と仕事したいし、私別に働くのが嫌で辞めたわけじゃないから、戻りたいは戻りたいけど、やることもあるしね。みなみなら家事も仕事も両立しそうだけど。うん、私一人ならね。でも夫が求める家事の水準が家事代行業者とかプロの水準でね、その水準を満たそうと思うとやっぱり時間的に専業主婦じゃないと無理かなって。もしかして専業主婦だからって一人で何でもかんでも家事やってるの？夫は仕事で家にいない時間が多いしね。大丈夫？大丈夫よ。もともと家事は嫌いじゃないって陽子も知ってるでしょ。そりゃ知ってるけど、もし何か私にできることがあったら声かけて。ありがとう陽子。結婚式はいつなの？3ヶ月後の第2土曜日。その日は結婚式に行けるよう夫にも話しておくわ。私だけか夫婦で伺うかはまた折り返すわね。あ、分かった。みなみ、無理だけはしないでね。ありがとう。今日は飲んで帰るから飯はいらない。風呂も入らないから沸かしておかなくていい。ただすぐにシャワー浴びて寝られるように準備しておけ。それから明日ゴルフに誘われたから行ってくる。ゴルフバッグを玄関に出しとけよ。マサト、ごめん、ちょっと体調が良くないの。話もあるし今日は早く帰ってきてくれないかな。なんだよ、またそうやって妻としての仕事を放棄するのか。働いて稼いでないんだから家のことと俺の要望くらいきっちりこなせよ。そんなに難しいことなんか何一つ言ってないだろ。そんなんで社会に出ていたなんて本当並みすぎじゃない。そこまで言わなくてもいいじゃない。なんでよ、事実だろ。先週も体調悪いって言っていただろ。体調悪いばかり言うなよ、いい大人が。専業主婦でやることもなく自由にさせてやってるのに自分の体調管理すらもできないのか。そのことについて話したいことがあるからなるべく早く帰ってきてほしいの。体調不良の言い訳なんか聞きにもならない。旦那様の時間を無駄にする気か。そもそもお前はいいよな、専業主婦でずっと家にいて好きな時間に飯食って好きな時間に寝て好きな時間に好きなだけテレビ見て毎日が休みみたいなもんじゃん。毎日家事やあなたの要望を聞くだけで時間なんかあっという間に過ぎるし、主婦には休日がないのよ。誰かさんのせいで子供もいないし、たった二人で暮らしているのに何が大変だって言うんだよ。家事なんかたかが知れてるだろう。お前そんなんでよく前の仕事できてたな。俺と同じ働く社会人だったことが驚きなんだけど。普通の家事なら問題ないけど、あなたが要求する家事のレベルはプロの人がするレベルでしょ。俺は両親が仕事忙しくて、親父が社長だから金だけはあったし、それで毎日稼いが家のことしてたんだよ。そんな環境で育ったんだから要求するレベルがプロになるのは当然だろ。俺が働いてお前はしなくてやってるんだから、お前だって頑張って妻として働けよ。本当は直接伝えたかったけど、私妊娠したの。妊娠？体調が悪かったのは妊娠初期の症状で、これから先つわりだってひどくなるかもしれない。お腹が大きくなれば今まで通り動けなくなるし、これからのことを話し合いたかったのよ今日。お前妊婦様になるなよ。え？妊婦だからって何でもかんでもやってもらえたり優しくしてもらえるなんて思うなよ。ちょっと待って、妊娠したのよ。一言目がそれ？なんだよ、やっと後継が生まれるだけの話だろ。あのね、双子なの。双子？双子を妊娠したの。双子の妊娠って普通の妊娠と全然違うんですって。自分でも体調をコントロールすることなんかできないし、今後どうなるかわからない。今まで通りじゃなくなるのだけは分かってるわ。で、今まで妻の仕事をこなしてこなかったやつがやっと双子を妊娠して気を使えって？わがまま言うなよ。甘えるな。まず妊娠を喜んでくれないの？子供ができるのは当然のことなんだから、いちいち喜ぶかよ。そんなことより明日の朝ゴルフに行けるようにゴルフウェアも出しとけよ。ああ、あとクラブも磨いておけ。明日はなんかいいスコアが出せそうだ。じゃあ今日もサブルちゃんと専業主婦やっとけよ。妊娠したのよ。もっと他に言うこととか行きたいこととかないの？マサト、マサト、
病院に来ていたのね。今ちょっと外の空気吸ってるわ。病院って昔から嫌いなんだよな。子供たちは見た？別にそのうち見れるだろう。で、いつ退院なわけ？あと1週間も入院とか騒ぎすぎだろ。そもそも里帰り出産でここ1ヶ月家のことも放置して、いいご身分だよな。予定より早く出産したから経過を見ながら退院時期は決まるの。生まれたから1週間経ったし、そろそろ帰ってこれるかと思って迎えに来てやったのに。ていうかお前の実家ってマジで田舎すぎ、何にもないじゃん。のびのびしていて私は好きだけどね。ていうか病室にやっと戻った。それじゃああれももう見たよな。私のベッドの上にある離婚届のこと？サインしておけよ、俺が預かるから。この離婚届は何？お前が約束を破ったら俺が提出する魔法の紙だ。魔法の紙？まず一つ、子供が生まれても管理のレベルを落としたりサボったりすることは禁止。子供のことよりも俺のことを優先すること。家の中が少しでも汚れていたり料理が手抜きになることを禁止する。専業主婦のくせに俺を頼ったり旦那様に家事をさせないこと。何なの？この約束を守れなかったらお前と離婚するから。無職のお前が今離婚したら困るだろ。いいよ、喜んで。え、喜んで？離婚でしょ？いいわよ、喜んでサインするわ。できればあなたのサインも今すぐ欲しいわね。じゃないと離婚届け提出できないし。え、ちょっと待てよ、何言ってんだ。離婚だぞ。離婚したらお前が困るんだぞ。あなたこそ何を言ってるの？私が困ることなんて何一つないわ。お前は専業主婦で金だってないし、子供二人も抱えてどうやって生活していくって言うんだよ。やっぱり最初から子供たちの面倒を見る気がないのね。これで心置きなくあなたと離婚できるわ。背中を押してくれてありがとう。どういうことだよ。ずっと考えていたの、離婚すべきなんじゃないかって。あなたは家事もしない私を気遣いもしない、あげく念願の子供たちが生まれて1週間会いに来ることもしない。お父さんたちは真っ先に駆けつけてくださったのに。親父たちにとって待望の孫なんだから飛んでいくのは当然だろ。あなたは待望の子供じゃなかったの？それは別にいらないわよね。だってあなたが欲しかったのは孫を熱望するご両親から孫のために行ってもらえるお金だもんね。なんでそんなこと知ってるんだよ。知ってるわよ。妊娠が分かってからお父さんたちに出産費用だ、生まれてからの服のためだ、おむつのためだなんだって理由をつけて今までお金をもらっていたこと、しかも妊娠前は不妊治療のためにってお金をもらっていたことも聞いているわ。まさか親父たちから？私そのお金の存在知らなかったし、いただいたことも使ったこともないからびっくりしたわよ。お父さんたちが私が出産した病院を見て、最近はこじんまりした病院でも出産費用が高くなってるんだなって言われて。ちょっと待て、親父にもらってないなんて言ってないよな。最初お金なんか受け取ってること知らなかったから、普通に一般的な金額ですよ、持ち出しは全部で15万もしないですしって言ったら、お父さんとお母さんが不思議そうな顔をされて。事情を聞いて分かったの、あなたが嘘をついてお父さんたちからお金をもらって自分で使っていたこと。違うって、子供のために貯金してただけ。親父たちもそう言えよ、分かったろ。何言ってるの？浮気相手との出会いとのために使っていたくせに。え、なんだって？お父さんがね、調べてくれたの。費用は自分が出すからって。あなた私が里帰り出産で1ヶ月くらい実家に帰っている間、浮気相手を何度も家に呼んでいたみたいね。調べた？浮気相手は同じ会社の後輩で、そちらも既婚者でしょ？既婚者同士とある上に社内で浮気。せっかくお父さんが一生懸命育てた大事な会社で何をしているの？待て、親父が調べたって言ったってことは親父も知ってる？ご存知よ。社内で既婚者同士が浮気していたなんて許せないって、ジャブを考えているところだそうよ。近々連絡行くんじゃない？そんな。良くてクビかしら？悪くて？悪くてクビと絶縁。ちょっと待ってくれよ、俺は長男だぞ。後継ぎなら弟さんがいるから大丈夫って言っていたわよ。妻のことを家政婦扱いして親に嘘までついてお金をもらって、会社では社長の息子ってだけで威張り散らしてほとんど仕事もせず、社員からの信頼もない人に自分の後は任せられないって、社会人として職務放棄していたのはどちらかしらね。嘘だろ。
次の社長は俺じゃないのか。双子の孫を可愛がる機会すら奪った息子は息子じゃないって激怒していたわよ。あなたよりよっぽど真摯な対応してくれたし、私は子供たちのことを考えて行動してくれて、あなたより先に謝罪もしてくれた。南ごめん、浮気はお互い既婚者で遊びだし、もう別れるから。そういう問題じゃないの。浮気の事実は離婚に踏み切るダメ押しだっただけで、私はもともとあなたとの離婚を考えていたから。そんなこと言わないでくれ。お前と離婚したら親父を見捨てられて俺が自由にできなくなる。どこまでも自分本位なのね。私は出産後で絶対安静だから、ここから先は弁護士さんに任せることにするわ。弁護士？友人の旦那さんが弁護士さんなの。自分の事務所を持っている優秀な方よ。ちょっと待ってくれ、弁護士を挟む前に夫婦で話し合いをしよう。出産した直後だし、双子なんだから、みなみだって収入源の俺がいなくなると困るだろ。な、私復職するから大丈夫。ほら、私が結婚式に一人で行った友人のこと覚えてるでしょ。元同僚だっていう。仕事仲間よ。同僚って言うと語弊があるわね。だって彼女社長だもの。え、社長？彼女が会社を立ち上げた時から働いている仲間なの。事情を話したら家で仕事できる環境を作るし、最近会社に保育所も作ったからぜひ戻ってきてほしいって、好条件で仕事に戻れるように手配してくれたから、あなたからの慰謝料と双子の養育費を含めれば、全部余裕のある生活ができるしね。嘘だろ。まあ、今後どうなるかわからないから、慰謝料は請求できるだけ請求させていただきます。俺、会社もクビになるかもしれないのに。ああ、そろそろ授乳の時間だからスマホの通知切るわね。ちょっと待ってくれ、ミナミ、このままじゃ俺だけは幸せになれない。ミナミ。今度は家事もちょっと手伝うから戻ってきてくれ。慰謝料と養育費をきっちり請求し、浮気相手にも慰謝料を請求して夫と離婚。夫も浮気相手も結局それぞれ別の場所に左遷となったそうです。寄付が夫が無職になることで慰謝料と養育費の支払いが滞ると困るだろうと、とにかく激務で厳しい上司がいるところへ左遷し鍛え直すのだとか。出世することは一生ない上に、社長の息子だと社内には知れ渡っているので、彼は社長子息なのに一生平社員という屈辱を背負いながら生きていくことになりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。